こんなこと多分テレビでは絶対言わないと思うけども30年以内に7割の確率っていうふうに国の機関が言ってるんだからちょっとやばいなというふうには思いますどっかに本拠みたいなものを置かないような生活をするっていうのが僕が出せる正解なんだろうな <laughs> 大地震の時のために絶対に枕元に用意しておいた方がいいものが2つあると言われる、えー、箱根の噴火が気になって眠れません関東大震災が起きないか怖いです どう考えたら楽になれますかどう考えたら楽になれますかっていうのは、まあ、こんなこと心配しててもしょうがないからどうやって寝れますかっていうことだと思うんだけども、あの、実はこれ、あの、そんなに無駄な心配じゃないっていうかですね。<laughs> 本当に俺、このね、4ヶ月ぐらい、月1ぐらいで、あの、地震とか火山の専門家に会うことが <laughs>、あるんだよ。で、 <laughs> とりあえずみんな言うのが、いや、マジでやばいですって言ってて、その、あの、なんだろうな、南海トラフ地震っていわゆる関西地方の太平洋沖をやる地震と、あと、えー、首都直下型地震っていうやつね。で、これがそれぞれ30年以内に起きる確率が70%ぐらいっていうふうに言われてるんだけども、じゃあ、どちらかが起きる確率って考えたらどうなるのかっていうと、90何って言われてた。 <laughs> と思ってで、その時に、あの、何が怖いのかって言ったら、実は変な話なんだけどさ、あの、地震対策してる家に住んでる人って、多分ね、そんなに被害がないんだよね。で、被害地震で、大地震の時のために、 絶対に枕元に用意しておいた方がいいものが2つあると言われる。で、えー、その結果、あの、物価が上がったり、もしくは支援の物質がなかなか届かなかったりとか、そっち側の方が多いと思うんだよな。でも、さて、箱根の噴火だよな。まあ、地震自体で言うと、だから、30年以内が90何っていうふうに、あのー、言われるように、まあ、こんなこと多分テレビでは絶対言わないと思うけども、<laughs> どちらかが起きる可能性っていうふうなことになってくると、そうになるんだけども、俺は正直噴火の方が心配だよね。で、噴火は多分ね、そんな大規模な噴火って起こんないんだよね。あの、まずね、えー、日本は、えー、火山活動っていうのは100年起き、正確に言うと80何年だけど、きに地震が起きる時期と、地震がもう起きない時期っていうのを繰り返してるんだけども、まあ、とにかく今確実に地震が起きる時期らしいんだよ。 なので、この何十年かは、だよな。<laughs> つまりこれから4、50年ぐらい地震がものすごくあると思うしかないと。 な、だからもう、僕らは悪い時代に生まれたというふうに考えるのか、いや、面白い時代になってきたなというふうに考えるのかという、もう気持ち一つなんだけども、とりあえずこっから先地震があったり、大被害があっても、はい、また来たかぐらいに考えとかないと、まあまあまあ、4五50年ぐらいは地震が頻繁に来ます。で、地震が頻繁に来るとその分エネルギーが放出されるんで、ひ破壊的な地震が来ないかもわかんない。 でも、破壊的な地震が来るかもわかんない。その時に噴火があるかもわかんない、ないかもわかんないっていうところだと思う。で、噴火はね、その、最大の二酸化炭素放出源だから、噴火って何が困るのかっていうと、地球全体が寒冷化しちゃうんだよね。あの、噴火のね、あの、よく火砕流とかさ、あの、土石流とかそういう噴火の直接的な、 うーん、ダメージばっかり報道されるんだけどさ、噴火で一番怖いのは、確かね、150年ぐらい前にインドネシアの方で火山の名前忘れたけど、なんとかという火山が大噴火したんで。で、その時は地球全体の気温がえ数年間ですね、摂氏3度か4度下がったという,うに言われて、もうその時に本当に世界的に例外で困ったことがあったんだけども、こういうことがあるんで、火山噴火っていうのはちょっとやばいなというふうには思いますんですよ。ただ、 それもですね、まあ、あの、この3、40年は日本は来るというふうに思っといた方がいいんじゃないかな。僕はあの、あ、ピナツボ火山だそうですね。あることに関してはもうあるもんだと考えた方がいいと思うたちなんで、30年以内に7割の確率っていうふうに国の機関が言ってるんだから、それはもう確率を高い目に言うことはあり得ないんだよね。 ほぼ確実なラインしか言わないんだから、この10年や15年以内に、まあ、でっかい地震は絶対に来るぐらいに考えておいた方がいいと思うし、で、それ一回来たら終わりっていうんじゃなくて、これから日本は4 50年間、いわゆる増産運動ってほどじゃないんだけどさ、火山期に、あの地震期に入ってるんだから、そういうふうな気持ちでいた方がいいと思います。4年以内に首都圏大地震の発生確率は70%。東京はオワコンって書いてある。またオワコン出たよ。 4年以内に、首都圏大地震の発生確率は40%と言ってるよな。なんでそんなことを言ったんだろうな。まあ、本当にそうなのかもわかんないな。うん。どうしようね。俺本当にね、ちょっとどうしようか考えてるよ。どこまで移動したら大丈夫なのかっていうのを真剣に考えてるな。なんか、自分自身として、この10年とか15年で、やると決めてる仕事があるからさ、それを、やりきるには生きてなきゃいけないので、 動かなきゃとかって思うんだけどな。だからといって、大阪動いてもしょうがない。な。鳥取行く。うん、うん、うん。大阪に戻る。いや、大阪に戻ってもそんなに関係ないと思う。弱者は切り捨てられる。来たら、来たらしょうがないと思ってる。福岡来て。うん、福岡は考えるな。外国へ行こう。中国地方へぜひ。北海道だろう。もうこれね、シャッフルっていう言い方は変だけども、やっぱ今年あたりからそういう風にしようと思ったんだけどもさ、 北海道から沖縄まで、ぐるーっと、ジングリに住むようにしようかな。1ヶ月交代ぐらいで。で、あ、ここで住んで、あ、ここで住んで、住んでって、いわゆるスナフキン計画をして、で、どっかに本拠みたいなものを置かないような生活をするっていうのが、僕が出せる正解なんだろうな。それがみんなができるっていうことじゃないんだけどもな。ニコ生出れないじゃん。いやいや、ニコ生は日本中どっからでもでき,できるよ。1年だと回れない。うーん。 マンスリーマンション生活。34万円でやれる。やれるんじゃないかな生活をどんどん切り詰めればいいだろうから。スタッフ大変だね。ムーミンダニをどこに住むのか。ムーミンダニが東京なんじゃないだから、東京にちょっと久しぶりに帰ってきましたというところで。公明党の議員さんが来て、まあその人が災害担当だったんだけども、その人に聞いた話なんだわ。で、大地震の時のために、絶対に枕元に用意しておいた方がいいものが2つあると言われるんだ。 で、俺、それ聞いた時に、あ、一個は携帯だなと思ったんだけども、違うんだって。携帯電話とかスマホ以外に、大地震の時に、絶対に枕元に置いといたものが、今が二つある。はいはいはい。おすごいね、靴。一個当たった。靴なんだよ。っていうのは、大地震が起こった時って、みんなまあ、ベッドとか布団で寝てるわけじゃん。で、家がものすごい勢いで強烈に歪むから、家中のガラスが大体割れるんだって。で、家中のガラスが割れるから、 あの、夜地震が起きて、まあ昼間でもそうなんだけど、みんな慌てて飛び起きて、家の中走っちゃうんだよね。そうすると大ハード現象というか、足の裏がガラスで傷だらけになって血まみれになって、で、東北大震災の時でも、結局あのペチャンコの家の中から逃げ出さ、逃げ出せずに見つかったお年寄りとか、 若い人もそうなんだけども、それらの人で足の裏が血まみれになって怪我してる人がすごい多かったんだって。で、家俺別に部屋に窓ないっていう人も、やっぱり上からね、家がものすごく歪むから、蛍光灯とかね、あと家の鏡とかがバンバン倒れて降りて落ちてくるし、あと、あの、廊下とかもね、ガラスだらけになるんだよ。で、どんな家も大体その、玄関までそういうトラップになってくるので、もう本当にどんな安物でもいいから、靴を一足枕元に置いとけ。 で、もう一つは、はい、わかりますかコメント待ってるよ。登山靴である必要はないよ。靴でいいそうだよ。水、夢、スリッパ、ラジオ、ラジオ。笛、笛ちゃんと出たね。そう、二つ目、笛なんだ。笛は、あのね、災害の時には72時間はその人間が生き埋めであっても、救助するために災害出動でこう助けてくれるんだって。で、その時に72時間の間は生き埋めになってもさ、助けて、助けてって声を出すことは、やっぱ人間にはできない。 そうなれば、でも人間である生きてる限り呼吸してるわけじゃんで。呼吸の時に一番ちゃんと音が出せるものって笛で、で、おまけに笛っていうのは災害犬の耳に聞こえやすい周波数になってるので、えー、多分ね、俺のだ、あの、思ったスマホっていうのも、 まあ、大事だと思うし、あとみんな多分スマホは絶対枕元置いてると思うんで、携帯とかスマホのストラップで、あの、笛を一個つけとくのと、あとはまあ、ABC マートあたりですっげえ安い靴一足枕元に置いといたらいいのではないのかというようなことを、えー、これはあの、なんだろう、ちょっと質問来たというのもあるんだけども、あの、ニコ生を見てる人にですね、生き残り確率上げる。なんせね、もうその時も話出たんだけども、やっぱりね、 えー、この30年以内に大規模な震災が日本を襲う確率は70%以内っていうふうに言ってるんだけど、これは最も 楽観的な予想でもそうなんだよね。最も楽観的な予想でも30年以内70%であって、悲観的な予想になると5年以内とか7年以内でも70%が日本は大地震が起こると。その時にどこが起こらないのかって言ったらもうね、環太平洋プレートだから日本で安全なところとかないんだよね。はっきり言って。日本にいる限りそれはもう地震があるもんだと思った方がいいので、 あの、下手にね、どこが安全なんだって考えるよりは、安い靴買って笛一個枕元に置いといた方が、僕らが生き延びれる確率が1割から2割ぐらいは上がると思うので、そっちの方だけは、まあ、ニコ生の本放送の間で、ちょっと聞いていただきたいなと思いました。えー、ピコさん、50代男性、毎週のゼミを楽しみに拝見しています。 私が見た未来、たつきりょう、朝日のラマ、1999年7月に発売された漫画の中で、これ皆さん知ってますか僕もね、この間、あの、えっと、松川りおのカリソメ天国かなあれでなんか紹介されてみた気がするんですかそっちじゃなくて、月曜から夜更かしの方だったかなあの、私が見た未来っていう漫画があるんですよね。1999年に出た漫画の中で、2011年3月の東日本大震災の をですね、予知していたことが話題になっています。それ以外の予知夢ですね。いや、あの、未来を見る夢の話も書かれてますが、発売以前の、この本の発売以前の話なので、それは創作とも取れますが、東日本大震災を年月の単位で事前に予知していたことは捨ておけません。 ただし、後出しじゃんけんということであれば話は別です。アサヒソナマという既に倒産した出版社から過去に発売されていたという体にして、話題作りのために偽の出版物を印刷することは可能でしょうか出版業界に詳しい岡田先生のご意見を伺いたいです。 また、大変申し訳ございませんが、今年8月に富士山噴火する余地の話を半分ぐらい信じてます。まあ、そういうふうなことが書いてあるわけですね。今年8月に富士山が噴火する余地の話を半分ぐらい信じてるので、7月末で一旦プレミアムを大会して、何事もなければ9月以降に再入会したいと考えてます。ということなんですけども。さてさて、あのね、あの、僕はこのたつきさんのですね、私が見た未来っていうのを、 読んでないんですけど、テレビの番組で、あの、紹介してるのを見たんですね。で、それによればですね、その、この漫画の中でこんな予知も見た、そしてこの予知がこんなに当たったんだっていうのは、まあ、過去の事例として漫画で書いてるわけです。だから、漫画家のまあ、言い放題なわけですね。こんな夢を見た、そしてそれは当たったのよっていうのそんなもう証拠もなくて、まあ、漫画の中で書いてるだけでは何とでも言えると。で、ただし、その、表紙になっているのが、その、2011年3月、大災害って書いてる。 それだけなんですよね。あの、いろんな予知文の中で。で、それでですね、その、まあ、こういうのが好きな人がおーっと騒いで、こんな、これを当てた人だから、8月にですね、富士山が噴火するということも信憑性があるんじゃないのかということなんですけども、いや、あのー、まず、東日本大震災を当てた占い師、死ぬほどいますよ。 これ最初に言っときますけども、あの、ムーのバックナンバーとかを見てください。東日本大震災の後ですね、1年ぐらいですね、いろんな占い師が実は私もっていうのがね、結構いるんですよ。僕知ってるだけで10人ぐらいいますけどもですね。えー、これ何かっていうと、その、占いとかね、予知をする人って、いついつにこんなことがあるっていうのを結構ね、あらかじめ言うんですよね。で、 たまに当たったらあ、当たった時に大騒ぎするというですね。なんかあの、ルーレットでですね、いろんなところにかけるじゃないですか。あんな感じでですね、こういうふうに書けて言う人が多いっていうんです、ね。まあこれは占い師に対して悪意を持った考え方ですね。で、あと、その、そういう悪意もなかったかもわかんないんですけども、本当に僕はたまたまあの、あの、まぐれだというふうに考えてます。あの、えー、ピコさんがですね、 あの、信じたいのは止めないし、あの別に一旦プレミアムを解約されるというのは別にあの全然大丈夫ですけども、あの、8月に富士山噴火も、 可能性はね、ないことないです。あの、8月に富士山噴火は、別にこんな怪しげな漫画に頼らなくとも、あの、いろんな火山学者がいつ噴火してもおかしくないというのを30年前から言ってるんですね。30年間ずっと言っていて、で、いよいよこの数年間がやばいっていうのを10年ぐらい前から言ってるわけですよ。だから、本当にやばいことはやばいんでしょう。それは本当に、あの、 富士山の噴火っていうのは、いつ起こっても、あの、おかしくないことなんでしょうけど、ただ、この、えたつき亮さんが言ってるやつがですね、僕が、いや、これは違うよなと思うのは、その見た予知夢が、富士山のてっぺんが噴火してるんですね。予知夢ということは映像を見たわけです。映像を見て富士山のてっぺんが噴火してるということは、これはないだろうと。 あの、次にですね、富士山が噴火するときに、どの場所が噴火するのかっていうのが、それはね、なんかね、大体わかるというかですね、まあ、あの、宝永山のあたりではないんでしょうけどもですね、あの、裾野のどこかなんですね、富士山、富士山群というかですね、あの、河畔帯の中のどっかであってですね、てっぺんからはまあ、ないと思うんでですね、富士山の噴火は8月にあるかもわかりませんけども、えー、年内にあるかもわからないし、この5年、 この100年ただそれがわかんないっていうのがですね、まああの、えー、最近はね、あの、いろんなで、あの、なんか山のですね、あの岩盤の割と硬い目のところにですね、地震計とかをつけておいて、どんな時差で、えー、富士山にで、ね、噴火が起こるのかっていうのを計測されてわかるんですけど、ただ一つ、あの、わかっているのがですね、その、東日本大震災の時に、ちょっとあの、 そういう、あの、のに、まあ、割と詳しい人から、2ヶ月ぐらい前に僕も話し聞いたとこなんですけども、大規模、日本で大規模な噴火とか災害、あまあ、噴火、地震が起きるときっていうのは、日本中のね、あの、地震研究所が出してるデータというのがあると。で、日本中いろんな場所にですね、地震計を置いてると。で、それをね、あの、データで、あの、全部のデータがですね、ネットに流れてるらしいんですよ。で、えー、東日本大震災の時にはですね、 それまで日本国中いろんなところで大体1日にですね30回とか50回ぐらい日本での地震が起こるんですよ。だからあの地震がねよくね占い師の占いに使われるのはこれなんですよ、ね。1日に大体日本各地、国中いろんなところで10回とか30回ぐらい地震が起きてるので何月何日にどこそこで地震があるっていうとかなりの確率で当たるんですね。いい加減に言っても。 で、で、えー、そのですね、日本国中で起きる地震っていうのが少ない時でも1日に5件は絶対あるって言いきます、えー。で、東日本の時にはですね、48時間前からぴったりなくなったんですよね。48時間前から日本国中の地震研究所の地震データがですね、一斉に動かなくなる。あれ地震がないぞという状態が48時間ぐらい続いてですね、 で、そっから先ですね、何日間か、日本海側でしか地震が起こらなくなって、で、えー、丸2時間地震ゼロの状態が続いて、で、東日本大震災となる地震がドーンと来たっていうんですね。ここまでわかってるんですよ。ここまであの、科学ですでにわかってることだから、あの、実はですね、富士山の噴火クラスのですね、大規模な地震になると、割とね、本当にある時っていうのは、 少なくとも1日2日ぐらい前から僕らにはわかるというのが現在の地震学だというふうに僕は聞いたのでですね、それをまあ採用しているわけですね、えー。なぜみんなにそれを教えてくれなかったのか。それはですね、日本全国に地震系が全部揃って、そのデータが全部一覧に見れるようになってから初めて起きた大災害が東日本大震災だったからなんですよ。あのー、 阪神淡路大震災の時にはこのデータがなかったというかですね、地震系はあったんですけど、リンクされてなかったんですね。リンクされてなかったので、これが分かんなかったんですよ。で、えーあの、東日本大震災の時にはこういうことがあるっていうのが地震学者は分かってて、なんで2日間地震がまるでないんだろう理由が分からなかったところに地震があったので、これでですね、データが取れた。やっと1回目のデータが取れたわけですね。 だから次から実は超巨大地震があるときっていうのは日本ではですね、わかるらしいです。まあ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 、これを僕が聞いたのはですね、ものすごい災害マニアの人がいてですね、その災害マニアの人の、まあ、自宅兼、あの、研究所みたいなところにですね、2ヶ月ぐらい前に遊びに行ったときにですね、すごい説得されて、 岡田さんもこういうふうに気をつけた方がいいというのを聞いて、うわーって思ったんですけど、僕はその自分の命、だからこうやって守るんだというよりは、その話の面白さの方に圧倒されてですね、面白さの方で皆さん今伝えてるんですけどですね。まあ、あの、そんなことだ、そうですからですね、えー、ピコさんのですね、あの、8月に富士山が噴火するというのは、本当かどうかはわかんないんですけども、まず富士山のてっぺんが噴火することは僕はほぼないと思ってますし、 それがある時っていうのは実は、えー、1日2日ぐらい前にですね、えー、何らかの形で警報なりですね警鐘が世の中に出てくると僕は思ってますですね。今回の動画はいかがらでしたでしょうかご意見や感想はコメント欄までどしどしお待ちしております。